オーストラリア総督は、オーストラリアの元首たる、オーストラリア国王の代理人である。イギリス国王がオーストラリアに滞在しているときは、その地位はオーストラリア国王になるが、実際にオーストラリアに滞在することはそうない。そのため、国王の代理として総督が派遣され、首都に滞在することになる。現在では、オーストラリア政府が指名した人物をイギリス国王が任命することになっており、首都キャンベラに常駐する。現在は名誉職とされる。19世紀までにはイギリスは各植民地にそれぞれ6人の総督を派遣していたが、1901年に自治領オーストラリア連邦が発足すると、連邦総督というポストが生まれた。オーストラリア総督はその連邦総督の一つである。これは名誉職であり、貴族や国会議員、高級官僚のキャリアに大きく資するものであった。この連邦総督というものは、イギリス国王の代理であり、イギリスの国家主権を代表する存在であった。そのため、自治領オーストラリア政府がイギリス本国に意思疎通を図るときは、連邦総督を経由しなければならなかった。連邦総督は、イギリス本国に対しては、植民地省と共同し、イギリス本国の政策決定のオーストラリアへの伝達やオーストラリアの情報のイギリス本国への報告などをしていた。現状分析のレポートは毎月作成された。これらのレポートにはオーストラリアにおける最近の国情が政治、経済など多岐渡って記録されており、極秘扱いで植民地大臣の元へと送られた。これによってイギリスはアメリカ独立の轍立ちを踏まないように巧みな植民地経営を行った。1931年にはオーストラリア生まれのサー・アイザック・アイザックス高等法院長官が連邦総督に就任した。これはジェームズ・スカリンオーストラリア首相の推薦を受けたものであり、オーストラリアの自治が進むと同時にイギリスのメンツが維持されることとなった。アイザックス以降5人の連邦総督は再びイギリス本国から任命派遣されたが、1965年にリチャード・ケーシー元外務大臣がオーストラリア政府の指名によって連邦総督に就任すると、このオーストラリア政府が指名した人物をオーストラリア国王が任命するという形式が確立されて今に至る。オーストラリア憲法上はオーストラリア首相の任免、法案の裁可、下院の解散権、法案について上下両院異なる判断をしたときに条件付きで上下両院を同時解散できる権限のほか、オーストラリア国防軍の最高指揮権を有する。また、オーストラリア海外領土のココス諸島及びクリスマス島とノーフォーク島の行政官の任免権も有する。第二次世界大戦後は、イギリスのオーストラリアへの影響力が低下するに従い、連邦総督の名誉職化が進行する。だが1975年には、上院での予算案の審議拒否をはじめとする政治的な混乱を解決するためとして、ジョン・カー連邦総督が憲法64条の規定に従い、ゴフ・ウィットラム首相を罷免し、野党自由党党首のマルコム・フレーザーを暫定首相に任命する事件が発生した。この後、フレーザーの助言に従って、上下両院も解散され、総選挙が実施された。首相の罷免は確かに憲法の条文に違反しない。ものの、総督が従うべきと考えられていた憲法的慣習にそぐわない行為であったため、その是非をめぐって論争が行われることとなった。この過程で、未だに植民地時代の憲法が効力を持っていることをオーストラリア人は再認識するに至った。これを契機に、オーストラリア政府は政治的野心の少なく穏健で、人々の尊敬を集めるような人物を指名する。傾向が強くなった。ウィットラム首相の罷免劇に直面したオーストラリアでは、憲法改正や共和制導入が議論されたが、未だに連邦総督制度は残っている。ありがとうございます。